海に投げ込まれるスケーローン。紀元前500年から490年頃のアッティカー開式キュリクス。ルーブル美術館所蔵。スケーローン、またはスキーローンはギリシア神話の人物である。長母院を省略してスケーロン、スキロンとも表記される。コリントス人でペロプスあるいはポセイドーンの子。あるいはピッテウスの娘ヘイニオケートカネートスの子でテイセウスのいとこ。 サラミースをキュクレウスの娘カリクローとの間にエンデイ,イスを設けた。エンデイイスはアイギーナ王、アイアコスの妻でテラモンとペーレウスの母。なおエンデイイスはケンタウロスのケーローンとニウムペイのカリクロウの娘だとも言われる。スケーローンは傲慢な盗賊だった。スケーローンはメガラーの海岸にあった。スケーローン岩に陣取り。 旅人に無理やり自分の足を洗わせて、旅人が洗っている最中に海に投げ込み、岩の下の海中に住む大きなウミガメの餌にした。しかしテセウスはアテーナイに向かう途中、スケーローンの足をつかみ、海に投げ込んで殺した。この岩の近くは、スケーローンが死んだ後も、彼の殺人行為によって忌まわしい場所とされた。一説にスケーローンの骨がスケーローン岩に変わったとも、言われる。 しかし、メガラ人たちは、スケーローンの親族が、いずれも偉大な人物ばかりであることを理由に彼は、悪人ではなく、またテイセウスに殺されたのもテイセウスがエレウシースを、奪った時だったと主張した。テイセウスは親族であるスケーローンを殺したために、イストミア競技祭を創設したとも言われた。サロニカ湾沿いのスケーローン街道は、スケーローンが、メガラの養殖についていた時に開通したので、 彼の名にちなんで呼ばれたという、ありがとうございます。